皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は清涼ナイトツアーのお知らせをします。この清涼ナイトツアーというのは、夜の清涼高校の校舎見学をしながら学校の説明を聞く、こういうものです。なかなか昼間の学校説明会に参加できないとかね、堅苦しいこの説明会は嫌だという人は、この清涼ナイトツアー、これに参加してはいかがでしょうか。対象は中学3年生および保護者となっています。日程は3日間あって、5月19日の金曜日、6月16日の金曜日、7月28日の金曜日、このようになっています。時間帯が1は18時から18時40分、2が18時30分から19時10分、3が19時から19時40分と、この3つがあって、この3つの中から自分に合う時間を選択して申し込みます。申し込みは、こちらのチラシを持っている方は、こちらの QR コードの方から申し込むことができるんですけれど、チラシがないという方は、清涼高校の入試広報課、こちらの方に問い合わせをしてみてください。当日は上書き持参です。そして駐車場があるので車で行くことが可能です。今回は清涼ナイトツアーのお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。